異次元、山川穂高、復帰早々とんでもない打球を放つ。西武山川穂高が世界一凱旋1号。スタメンで復帰して久々の、ドスコーイ。ベルーナドームに、ドスコーイが帰ってきた。4対0の5回1し。カウント2対2からウアンガゼルマンの5球目を捉えて左中間に運び、打ったのはカットです。打ててよかったですとにこやかな表情で振り返った。23日に米国マイアミから帰国した山川は前日チームに合流。自ら志願してこの日スタメンで復帰すると、豪快な一発でファンに帰国を報告した。ドスコイ。よかったな。今年は頑張らなあかんからな。でも栗山に嫌われたよね。WBC でも調子悪くなさそうだったし、もっと見たかった。やっぱり村上から山川に変えればもっと打線が打ったんじゃ。悪いけど、未だに WBC 村上にはヘイト持ってるわ。野球もエンターテイメントだからな。山川に変えていたら筋書きがボンになる。結果良ければ全て吉野エンタメだから全ては否定しないけど、負けてたらその鬱憤は全て村上に向けてたと思う。それくらい村上ひいきと村上の打たなさはひどかった。やっぱ勝ち食うとパワー出るよね。横浜ご自慢のガゼルマンボコボコで草。いろいろと鬱憤溜まってたんだろうな。そりゃ村上はほぼ役に立ってないし、村上が山川だったとしても優勝はしてるだろ。ガッペのインタビューを見た感じ、村上起用は次の WBC を見据えてたような気がする。あと、投手も含めた起用を見ると全体的に若くて次も出そうな奴が優遇されてた印象を受けるわ。ダルビッシュは特別扱いだったけど。山川が打ったんやからお帰りホームランはおかしくない？ただいまホームランやろ。生ガキ食ってへんわ、強盗してへんわ、アグーソフトバンクはなんで否定しなかったんですかね。これがアメリカの勝ちパワーや。チャンネル登録よろしくお願いします。